神と少年、これはギリシャのお話です。昔、山のふもとの小さな村に一人の羊飼いの少年が住んでいました。毎日丘の上の草原に羊を連れて行き、狼などに狙われないように番をしているのが少年の仕事でした。でも少年はこの仕事があまり好きではありませんでした。逃げちゃったもんね。つまんないな。誰か遊びに来ないかな。うるさいな。あっち行ってろ。お前たちのおかげで僕は遊ぶこともできないんだぞ。少年はテッサリアが大好きでした。テッサリア、ノイチが摘みに行くの？そうよ。じゃあ、いっぱいあったか教えてやろうか。俺この間見っけたんだ。結構よ。あんたね、余計なおせっかいしないでね、ちゃんと羊の番していればいいの。羊が狼にさらわれないようにね。行きましょう。こんな昼間から狼なんか出るもんか。少年は怖くなりました。そしてために合図の笛を吹き鳴らしました。狼だ、狼が出たらしいぞ。狼が来たという知らせに村中大騒ぎです。早く退治しないと羊や鶏や大事な家畜を食べられてしまうのです。おい狼だ、お待てよ。すごいや、村中の連中がやってくるぞ。おいおい、こっちだよ。どこだ狼は。確かあのね、もっとそっと、もっと遠くの方。よし、二手に分かれよう。俺たちは向こう側に回って狼を追い出すからな。よし。来るかな。本当に狼来るかな。来るかな。お、始まったな。バカだな、野ウサギじゃないか。村中総出で一日中探し回りましたが、結局オオカミは見つかりませんでした。これだけ探しても見つからないなんておかしなこった。足跡一つ見つからなかったぞ。なんかの見間違いでねえかな。見間違いなんかじゃないよ、確かに見たんだ。ほら見てごらん、ほら真っ黒なオオカミがこいつの足に噛みついたんだ。少年は嘘をついてしまいました。あまりの大騒ぎになってしまったので、今さら見てはいないなんて言いにくかったのです。うわ、嘘じゃないよ、本当に見たぞ。それだけ言うなら本当じゃろうの。まあ用心することに越したことはねえしな。ね、こんなでっかいオオカミがね、うわーってきたんだぞ。うわー、それがどうだったの。え、
ほんでね、俺はさ、羊を守るために棒切りをしようと、オカミ来るかって向かっていったんだよ。でも怖くなかったの？怖いことなんかあるもんか。まあ強いのね、素敵だわ。私勇気のある子って大好き。うん、おやおや、ずいぶんお話が違うみたいですね。でも少年は大変嬉しくなりました。その辺から来たんだぞ。俺がいるから大丈夫だよ。今度来たらみんなでやっつけようぜ。うん、よし、狼やっつける訓練。ダダ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 。少年は得意でたまりませんでした。もう一人ぼっちじゃないのです。そんな楽しい日々もあまり長くは続きませんでした。なぜって、狼なんかちっとも出てこないので、みんな飽きちゃったんです。つまんないな。またみんな来ないかな。あ、テストリアだ。おい、ねえ、またノイチゴ積み？うん、俺がいい場所を教えてやろうか。あんまり遠く行くとね、狼が出るしさ、ね。うん、本当に狼なんか出るのかしら。うん、出るさ、俺見たんだから。あれからちっとも出ないじゃない。あの時のこともなんか見間違えたんじゃないの？こんな人と話しててもつまんないわ。さあ行きましょう。待ってよ、本当にオオカミが出たんだから。少年は悲しくなりました。オオカミが出た時はあんなにみんながチヤホヤしてくれたのに。好きよ。出るさ、オオカミはきっと出るさ。そうだ、またオオカミが来たって言えばいいんだ。オオカミだ、オオカミが出た、また出た、オオカミだぞ、オオカミだ。おーい。少年はみんなを呼ぶために嘘をついたのです。また見つからなかったぞ。本当に見たのか？本当さ、もう少し早く来ればよかったんだ。とっても大きくて素早いやつでさ。それからというもの、つまらなくなると少年は狼が来たと嘘をつきました。また狼が来たと呼んどるが、なに、どうせまた出たらめさ。あ、来た来た。でも今日は少ないな。おい、どうした、いたか。あ、まあいいや、早く早く、狼逃げちゃおう逃げちゃおう。もちろんまた嘘なのです。こんなことが続くうちに、やがて少年がいくら呼んでも誰一人やってこなくなりました。そんなある日のことです。つまんないな、狼が来たって呼んでも誰も来たくないんだもんね。うるさいな。お前たちを相手にしたってね、ちょっとも面白くないんだよ。お、本当にオオカミが現れたのです。Ah!
気もせずに、ふん、もう騙されるもんか。またね。いくら少年が呼んでも、誰も本気にしませんでした。誰か来て。羊がみんな食べられちゃうよ。本当に狼が来たんだよ。嘘じゃないんだ。